耳に何かを入れると無意識に咳が出る人、これは咳反射と呼ばれる非常に珍しい反応です。人の足の裏と前腕の長さはほぼ同じ。嘘だろって?手首から肘までの長さを測り、足の裏の長さを測ってみてください。ほら、同じでしょ。呼吸はただ空気を外気と体内で循環させる以上のものです。呼吸の仕方そのものが顔の形を変えてしまうことがあるのです。鼻呼吸をする人は時とともに頬骨がしっかりと発達します。また舌が常に顎を圧迫するため顔の横幅も長くなります。対して口呼吸を習慣化していると舌が休まる場所がなくなってしまい、このことが顔の形を変えてしまいます。顔はより狭くなり、頬骨があまり目立たなくなります。また口呼吸をする人は頭を後ろに反らす傾向にあり、これにより脳の後部の容積が大きくなります。これが姿勢とともに首と顔の形を変えてしまうのです。体で最も血流の多い場所は脳でも肝臓でも心臓でもありません。それは腎臓。腎臓は天然のフィルター施設で血液が集中しています。人の血液は赤いですが、中には違う色の血液を持つ動物もいます。クモ、タコ、イカ、甲殻類は青い血液を持っており、ヒルやミミズの一種は緑の血液を持っています。海洋ワームには紫の血液を持つ種類がいます。昆虫、例えば蝶や甲虫類の血液は黄みがかった白、あるいは無色です。血液の色の違いは酸素を運ぶ色素によって生じます。赤い血液を持つ人の場合、その色の元はヘモグロビンと呼ばれるタンパク質です。血液には亜鉛、鉄、銅などの金属原子が含まれています。そして人の血液の 0.02% はなんと純金です。恥ずかしい思いをした人の顔は赤くなります。これは顔に血流が集中するため、同時に胃の壁も赤くなるのです。顔を赤らめた時はお腹も同じようになっていることを知っておきましょう。人の歯はイタチザメの歯ほど大きくも多くもありません。しかしサメの歯も強靭なエナメル質で覆われているにもかかわらず、強度は人の歯に及ばないのだといいます。歯には割れることを防ぐタンパク質が含まれています。サメはこのタンパク質を失っていくのに対し、人はタンパク質を失いません。またサメの歯は歯茎と根で接続しているわけではなく、毎週1本のペースで抜け落ちていきます。窓際に座った人の作業効率は上昇することが分かりました。外から入り込む自然光が目の疲れを防ぎ、仕事への集中を可能にさせるのです。しかしビタミン D は窓越しに太陽光から吸収することはできません。ですから休み時間には散歩に出ると良いでしょう。人は平均すると2000から4000の味蕾を持っています。この小さな感覚器官は味覚を司りますが、舌だけに存在しているわけではありません。喉の奥や食道、鼻にも分布しているのです。そう、鼻でも味を感じることができるんですよ。また物を味わう際には香りも非常に重要な役割を果たします。人は類人猿の中で唯一体毛が少ない種。人の皮膚は最大かつ最も早く成長する臓器です。強靭かつ柔軟で、水を通さず呼吸をし、体を外界から隔てます。皮膚は自己再生が可能で、さらに体温を保ち、水分の蒸発を防ぎます。この皮膚のおかげで人は今日の姿にまで進化することができました。人の皮膚にはメラニン色素があり、有害な紫外線から体を守ります。汗腺から出る汗によって体温を一定に保ち、長距離の歩行も可能になりました。この汗腺は体に200万から500万個あると言われています。活動的である人ほど生み出される汗は多くなります。運動に耐えられるよう体をクールダウンさせる仕組みなのです。普段かく汗とストレスからかく汗は成分が違っています。ストレスの汗に対し、普段の汗には脂肪酸を多く含みません。脳の生理能力は非常に高く、また体の酸素の4分の1以上を使用します。またそのおよそ 60% は脂肪から成り立っています。時とともに脳は長期記憶を苦手としていきます。
また古い記憶を整理することが難しくなります。そのため新しい考えを取り入れることが苦手になっていくのです。年とともに記憶を作っていくのが難しくなるのはこれが理由です。足に爪がある理由は何でしょう。爪はケラチンから成り立っています。ケラチンとは毛皮やかぎ爪、ひ爪、髪などを作り上げる組織。人の爪はかぎ爪とは違い平べったい形をしています。手足の指の先端を怪我から守っているのです。また爪のおかげで指で物をつかみ物を剥がすといった作業を行うことができます。例えばシールを剥がしたりジグソーパズルをつまみ上げたりがそれにあたります。猿や類人猿は細かい作業を足を使って行います。霊長類は爪を進化させることで枝をつかんだりトゲを抜いたりといったさまざまな動作を可能にしました。皮膚の上には1000種類以上の細菌が住んでいます。皮膚は非常に重要な盾としてこの細菌の体内への侵入を防いでいます。細菌を外に食い止めつつ外側の皮膚は新しく生まれ変わっています。皮膚の代謝にかかる時間は28日ほどです。皆さんの感覚っていくつありますか？聴覚、触覚、視覚、嗅覚、味覚ということは5つ？これらの五感は皆さんに外の感覚情報をもたらします。そのためこれらは外受容性感覚と呼ばれています。しかし体内にはそれ以上のバランスや空間、温度といった感覚があります。つまり体内で起こっていることの感覚です。例えば肺が拡張する感覚や心拍、お腹の鳴る音をはじめ意識しないようなあらゆる感覚が存在します。これを内受容性感覚と呼びます。皆さんの体の受容体が複数の感覚を司る例もあります。例えば網膜は光波を受け取る場所でこれなくして視覚は存在しません。と同時に網膜の細胞の中には脳に今が昼か夜かを知らせる役割を持つものがあります。これが外実リズム、つまり睡眠と代謝のサイクルの基本となるのです。皆さんの脳はとても不思議で受容していない感覚を感じることができます。例えば味が良い例、脳は受け取った味覚と嗅覚の情報に加え濡れている度合いや温度、質感を考慮します。脳は五感から受け取る以上のデータを利用して感覚を作っているのです。人体は暗闇で光ります。つまり人はほのかに生物発光をしていることになります。しかしその光の強さは目が認識できる強さの1/1000。しかし他の動物からは見える明るさです。人の目は非常に感度が良く、完全な平面の上に立った場合 48km 先のろうそく1本の明かりを見ることができます。しかし周りが光で溢れているためその視力を完全に試すことは不可能です。人の細胞は体の 43% しか占めていません。残りはすべて微生物のコロニーです。つまり皆さんの体は半分以上が菌類でできており、人の DNA と細菌の DNA が混ざり合った存在なのです。脳は寝ている間でも働いています。むしろ起きている時よりも活発な時間帯もあるほどです。寝ている間の神経系は外からの刺激に対しては鈍感になります。しかし脳波は非常に活発に変化しており、これが脳の機能にとって重要なものとなっています。神経細胞であるニューロンは絶え間なく通信をし合っています。そのため寝ている間は脳が最も活発に働いている臓器ということになるのです。記憶を処理しマッピングし、古い情報と新しい情報を整理し、その他あらゆることを行います。